皆さんこんにちは。佐藤和夫動画チャンネルであります。今日は5月2日であります。いや、毎日毎日雨降ってて、いつなったら家庭菜園の準備できるのかなと思ったんですけど、やっと今日快晴になりました。いや、よかったです。今日の伝えたいことは、また DVD 借りてきました。まあ、その映画はコードブルという映画であります。まあ、内容はドクターヘリを使った映画であります。まあ、これを見て、そういえば私昔栃木県がドクターヘリ導入した時に、まあ、そのドクターヘリ、東京医科大学に置いてあるというふうなことでありますんで、まあ、個人視察をして、それを実際に、車庫っていうんですかね、やっぱりね、そこから出していただいて、見させていただいて説明を受けたっていうのをちょっと思い出しました。まあ、その中で、また内容を話しちゃうと、まあ、まだ見てない人に申し訳ないんでちょっと何も言いませんが、まあ、その中で、あ、この言葉いいなというのだけはちょっとここに残しておきます。やっぱり私喋んないでちょっと見ていただいて、まあ、喋っちゃうとちょっと感動感激が薄れちゃう可能性あるんで、ちょっとそこには載せておきますけども、まあ、ぜひとも見てほしいなと思っております。まあ、この映画は私に、すればですね、一言で言えば命の尊厳というふうなことだと思います。まあ、レンタルショップに今ありますんでね、ぜひとも見てください。終わります。いや、それにしても気持ちいいですね、今日はね。はい。